いよいよか。え、ちゃんと教えたんだろうな、上段の攻略法。リーチに差があるのになんて無茶だ。今の弾はそんな計算なんか頭にありませんよ。あれじゃ後まで持たねえぞ。玉砕覚悟。そんなバカな。あいつは今楽しくてしょうがないんです。自分がギリギリまで打ち合える相手、鈴木凛がそういう相手だって気づいたんです。弾は初めて挑戦する喜びを味わってるんですよ。固定！どうあり！これで一本ずつ振り出しですね。ここからが勝負だよ！タマちゃんファイト！ファイト！まだ向こうには上段がある。正念場だな。はい。あいつの剣道はここからです。タマちゃん、そうだ、ここにいる人みんな剣道が好きなんだ。剣道ってなんだかすごい。前より全然強くなってる。嬉しいわタマちゃん。でもだからこそ負けるわけにはいかない。敵が強いほど燃え上がる。それが私の剣道。タマちゃん、思い出すぜ。俺の上段にお前は上段で挑んできた。あの時の再現か。俺のアドバイスなんて役に立ちませんよ。俺はただこう言っただけです。その相手が本当にお母さんだったら、お前は負けてもいいのか。いいえ、それが誰でも私は勝ちたいです。中断だ。おめでとう、タマちゃん。負けたわ。リンさん。でも、これで一勝一敗ね。決着はまた今度。はい、よろしくお願いします。